アマゾンの価格設定見つけましたえっ、ー、と2畳二条のえっ、ー、と5座2213円で送料込みのフライムあれフライムじゃなくなったあここ押しちゃわかんないなこここれね これをしたほかのとこも売ってるのがわかりまして、Amazon プライムで2313円。ほ他の会社が大体こんな値段ですね。そうなんですよね。これね、2000円ではちょっと売れるものではないですね。こんな設定ミス。だから多分ね、あこれ。 そしたらうんと3畳のものああ3畳のものもなんかでもえらい安い値段で売ってますね3畳のものだけを今ピッと見るとうんうんうんまあでも5000円やからね2畳のものがあれ 2畳のものが6,781円。3畳のものが。この辺も怪しいね、これね。これこれ。5,040円。5,460円。多分こっちやろうね、正しい値段。この、こっちの値段が正しいやろうね。 多分こっちの値段間違いですねこの間違いで仕入れしてくださいこの商品がよう売れてるかどうかも確認してくださいねあのモノレートとかあんなあるからねまあ自分で使うのやったら問題ないですしこんだけでもあっちこっち会社が出てることは多少売れる商品やと思う しまあ、無難な商品だと思いますねこういう価格設定をしょっちゅうし <laughs> か1ヶ月1個ぐらいしか見つからへんのかなしょっちゅう言うほどじゃないねネットでねいろいろよく遊んでるんでその時にポツポツこう見つけた時に急に連絡します終了ですあ今日の日にち 今日の日にちはね、2020年3月の30日でさ、31日の5時、5、6、7、17時になります。コロナウイルスで危険です。この、まあ、コロナウイルスなんでこの間に買っちゃったらいいでしょうね。さよなら。